ダイン市長はこの町の、まあ、政治家というのは16名プラスの私ですということをおっしゃってるんで、ということであれば市政の動きの中にですね、まあ、例えば市長が、広島県もしくは中央に行かれて要望に行ってきましたと、皆さんこうやってやってますよということも載されるかなと思ってたんです。その辺もしお考えがあればお願いします。答弁を求めます。いい石丸市長。はい、私はそのようなパフォーマンスにこだわるみっともない政治家ではありたくないと思いますので、一切そのような考えはありません。はい、引退。失礼でしょ。その言い方は失礼ですよ。そういう方はやめてください。大変失礼です。訂正ぜひお願いしたいと思います。質問ではないです、質疑です。ね、議員委員に申し上げます、はいはい、質疑をしてください。はい、議員、はい、政治家として市長自身のツールで政治活動としてやれたらどうですか。今の市民候補に書かれているのもそういう考えはないか、一般質問ではないんで、そういう考えないかだけここは聞かせてください。答弁を求めます。石丸市長。新田委員。市民候補に今記載されている、内容を、市政の動きについて、市長自身の政治活動として、市長のツール、何らかの媒体を持ってされたらどうかなと思います。その辺の考えがあれば、お聞かせください。答弁を求めます。石丸市長。引き続き、聞かれてる趣旨がよくわからないんですが、逆になってませんか。逆になってると思います。自分のアピールのため、政治活動のアピールのためであれば個人の媒体でやるべきです。そうではなく、市民に市政の動きを知ってもらうため、理解を促すために行っています。じゃあ日田委員。十分市政の動き、石丸市長の思いも行動も、ご自分でされたら伝わると思います。市民候補を使う必要ないんじゃないかと、私も思いましたので、この質疑にさせていただきましたが、あればお答えください。答弁を求めます。石丸市長、もう一回お願いします。何を聞きたいのか明確に質疑をお願いします。日田委員。明確にお伝えしております。石丸市長。委員長。石丸市長、すみません、よくわかりません。委員長。新田委員、質疑を答えたくないことで理解してしまうんで、市長の政治活動として今市民候補に書かれた内容を発表されたらどうですか。その考えがあるかないかだけこの場ではお聞きします。石丸市長、先ほど来説明してきた内容を理解されていないのかなと受け止めました。もう一度お伝えをしますが、先ほど日田委員自分で読み上げられましたよね、その広報誌の初めの下りを。市政の動きを知りたいという声が多かったということ で今月から、市長執行部側からも情報発信を、始めますと。議会とのやり取りを中心に紹介し、市政の見えるか分かるかを、進める考えですということで、自由川市民候補には紹介はあったんですけども、市民に市政の動きを伝えるため、見えるか分かるかするために行っています。私の石丸伸二という政治家の政治活動ではありません。で、それを私自身がやれば市民に伝わるっていうのは、それは目的と手段が完全にずれてますよ、逆になってます。